M&M's のレイナです。久しぶりでございます。いやー、なかなかねちょっと忙しくて撮れなくてですね、本当に誠にすいません。1000円ちょうだい、できれば2000円ちょうだいということですね。今日の企画は、はい、じゃじゃん、シーンの新作アンド高レビュー商品紹介。はい、ということで、またもや最近ねグレールよりもシーンの方がねちょっと買う率が高くなってきてしまいまして、シーンの商品紹介をしたいと思います。それでは行ってみようということで開封。あのね、届いたのは結構前に届いたの本当にできなくて、配信もあったり撮れなくてですね、体調が悪くて撮れなかったりしてすいませんでした。でシーンは頼んで大体1週間ぐらいで届きました。今回遅かったかなって、大体ねみんなの見ると5日間とかで来るとか多かったんだけど、ちょっとそれより長かったかなって思います。今日はですね何点買ったんでしょうか知りませんが、いっぱい商品紹介していきたいと思うよ。それでは1点目、じゃじゃん、あー薄い、なんか思ったより薄いわ。なんかこのトップスを買いました。長袖寒いからさ、あんまり薄いっていうか秋っぽい感じがなかったので買いました。これもねなんかレビュー的には良かったんだけど、なんか色がねなんかいろんな種類あって、私はなんか紺みたいなの買いました。サイズは L サイズ、大きめで着たかったので。でも結構丈はおへそぐらいかもしれないかな、おへそぐらいで腕が短いのでちょっと袖はビヨンビヨンな感じです。もう結構薄いかも、結構薄い、なんかも正直もっと分厚いと思った。しかもなんかこれ絶対色落ちするから黒物と洗った方がいいと思う。これいくらぐらいだったっけな、そんな高くなかった気がします。はい、次じゃじゃん、あこれじゃじゃん、こっちにします。これはねレビューが良かった商品でございます。あ可愛いけど、やっぱりさシーンってなんでさおへそを冷やすんだろう。これです、このなんちゃらカーディガンみたいなやつを買いました。色はグリーンです。水色っぽくねカメラ越しでは見えるんだけど、グリーンを買っております。ちゃんとボタンはついております。当たり前だろって。サイズはですねなんか結構サイズ感がぴったりだと思いますみたいなレビューが書いてあったので M サイズを購入してみましたが、多分ぴっちりになる気がすると思います。こんな感じですね。次じゃん、いやーかわいい、これはかわいいな、開けてみるで。こんなきっと薄い、あ薄いな、しかもこれ短くね、ピチティだぜピチティ、こんな感じ、可愛いんだけど、クソ可愛いんだけどピチティですね。これは普通に一目惚れで買った M サイズを購入しました。最近また痩せたのであんまり変わってないと思うけど痩せたので、でもこれ多分さ透けるよね、なんか乳首の位置とか分かっちゃう感じかもしれないので、ちょっと薄手ですね。でもまあ上に羽織ったりして、まあ、可愛く着こなせるんじゃないか。薄い、でも本当に太陽に透かしてみたらすっごい薄いです。 YouTube のなんか私最近サラコールディちゃんっていう子を見るんですよ。その子がなんか似たようなの買ってた気がする。じゃじゃん、かわいい、クソかわいい、ブルドッグのシュエットです。でも薄い、やっぱり薄い、やっぱ
乳首透けてやうかもしれない。後で着てみたいと思います。これ大きめかな。サイズは書いてないです。合格にも書いてあります。はい、でも可愛い。これラフに着れるからいいとする。こんな感じです。結構丈長い。後で着てみます。次、続いて、じゃじゃん、ね、シーンっていいよね。こうやって個包装でさ、やってくれるから。じゃじゃん、かわいい。じゃじゃん、これです。これはチューブトップ、ちょっとチューブトップみたいな感じ。 M サイズです。時々さ、こうこういうさ、さっき買ったやつとかさ、やつの中に着ようかなと思って購入をしました。これもね、なんかレビュー的には上の方だったから買った。なんか一番安心なのってレビューの上に載ってるやつってさ、安心じゃない？わかんないけど、誰が書いてるかわかんないけどさ一番私が楽しみにしてたやつ、じゃじゃん色が可愛い。これも本当ね、色違いが欲しかったんだけど、もう売り切れで、この色にしました。でもすごい色的に可愛かったからこれにした。じゃじゃじゃーん、可愛くない？これはボタンはついてないのね。ボタンはついてない感じになってるけど、これGパンとかの中とか切ったりして、ほら、ここら辺、これ可愛いよね。可愛い、ちょっと前髪が可愛いよね。これはね、もう高評価も良かった、新作でも出てたので、これを購入いたしました。なんか色違いが新作かなの色で出てた気がします。はい、こんな感じですね。結構しっかり、生地もしっかりしてるし、このね、なんつってもこのダボ感が好きなんよ私。なのでこちらを購入しました。サイズは S サイズを買いました。 S しかなかったんだと思う。でもね、多分私の身長154センチ、体重40キロで多分ぴったりだと思う。1点目、これじゃ分かんないね。これチョーカーですね。はい、こんな感じですね。なんていうの、こんな感じに、迷子、こんな感じ、こんな感じにもついていてですね、これがね、こんな感じに、あ、クソかわいい、こんな感じにね、つく感じ、こんな感じにつく感じです。めちゃめちゃかわいい。多分ここ空いてるやつとかだとめちゃめちゃかわいいと思います。え、なんかマジでネックレスクソ安いの。マジで100円とかで売ってるから大丈夫なのかなって思うんだけど、めちゃめちゃ大丈夫です、ご安心を。続いて、じゃじゃん、結構買ってんな。でも多分そんな6000円ぐらいだったと思う、全部で。多分ネックレスが安いから。あ、かわいい、かわいい。でも大丈夫、なんかダイヤモンドが、偽ダイヤモンドがついてる商品でございます。早速つけちゃおうか。でもさ、ほんとこれでさ100円とかだったらいいよね。結構長いね。あ、でもさ、え、これがさ100円とかって安くない？こんな感じにつく感じです。これもさ、こう胸元が開いてるやつだったら映える。2連とかでさ、なかなか売ってないよね。じゃじゃん、何を買ったか全然覚えてない。これもネックレス。これは2種類、この三日月みたいなやつと、これをくっつけて、こんな感じですね。さっきのでも別々でも使えるよっていう商品でございます。1個ずつしてみようかな。ほら、あ、かわいい。
ちょっと頭を丸めます、丸めますじゃない、まとめます。で、こんな感じです。え、これは安いマジでね。ネックレスだけ買う人絶対いると思う、そんぐらい可愛いもん。次、じゃん、これさ、本物の金だったらって思ったことない？ある。これです。これもね、なんかレビュー新作とかでねあったんだけど、こんな感じですね。ついております。これもねすごい安かった気がする。で、ラストですね。ラスト、これ、これさ、多分みんな見てんじゃない、絶対一回は見てるはず、みんな商品で。私はこれはすっごい可愛くて即買いした、即ねカートの中に入れた。お上品な感じだね。お上品な感じで、あ、でもさ、すっごいおしゃれじゃない？こうやって使うのかな？多分こうだと思うんだけど、え、めっちゃ可愛い。今こういう服だからなんか変だけど、普通に可愛いと思います。これもね安かった気がする。これね、名声がないんですよ。入ってないからちょっとわからないんですけど、ちゃんと載せときます。ということですね、以上。何点買ったんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11点。11点購入しました。11点でなんと6000いくらだった気がします。はい。ということで、新作高評価レビューの購入品を紹介いたしました。いかがだったでしょうか。私は洋服はねちょっとあれかな、 薄かったからちょっと残念なんですけど、でも良かったと思います。こんな感じで、すっごい締め方がわからない、こんな感じでですね終わりたいと思います。もしよければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。せーの、バイバイ。ブル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 ドッグの洋服で、ちょっと大きめで意外に透けない感じが良かったです。次、あ、乳首が見えそうなやつ、これは薄かったですね。でも普通に着れる、良き。はい、染め物屋さんみたいな洋服です。薄いけど今の時期なら良き。これはマジで正解だった。サイズも意外に伸びるので意外にこのやつも良かったです。次、いや、これは最高です。皆さん買った方がいい、おすすめの商品でした。バイバイ。